ウォルポール男爵は、グレートブリテン貴族の男爵位。イギリス初代首相ロバート・ウォルポールの長男ロバートが1723年に除された、ウォルポールのウォルポール男爵とウォルポール首相の弟、保冷所が1756年に除されたウォルタートンのウォルポール男爵の二つがある。1797年以降両男爵位は、継承者が一致している。 オーフォード伯爵くらいの従属爵位だった時期もあるが、最終的に、オーフォード伯爵位は1931年に廃絶し、二つのウォルポール男爵位のみが存続している。首相 R. ウォルポールウォルポール男爵家の邸宅、マニントンホール初代イギリス首相である、ロバートウォルポールは、首相在職中、庶民院の議席を失うことを嫌って、爵位を廃止していたので、 代わりにその長男であるロバートが1723年6月1日の直居場により、グレートブリテン貴族爵位ノーフォーク州における、ウォルポールのウォルポール男爵に助せられた。この爵位は、自身の男系男子のほか、特別継承規定により父の男系男子、祖父、ロバートの男系男子にも継承権を認めていた。また首相である父も、 首相退任に際しての1742年2月6日に、グレートブリテン貴族、オーフォード伯爵とオルポール子爵、ノーフォーク州における、ホートン男爵に寄せられたので、初代、オルポールのオルポール男爵は、父の死去に際して、これらの爵位も継承した。2代オーフォード伯の死後、その唯一の息子であるジョージが3代オーフォード伯を継承したが、彼には、 子供がなかったので彼の死後、ウォルポール首相の三男ホレス・ウォールポールが四代、オーホード博を継承した。彼は小説家として著名であるが、子供がなかったので彼の死去によって、ウォルポール首相の直径は耐え、オーホード博、ウォルポール死者ホートン男爵の三爵位が廃絶した。しかし、ウォルポールのウォルポール男爵のみは、特別継承の規定により、 ウォルポール首相の弟保冷所の系統に継承されて存続する。この保冷所は、兄同様ホイッグ等の政治家、外交官として活躍し、1756年6月4日の直居場で、グレートブリテン貴族ノーフォーク州におけるウォルタートンの、ウォルポール男爵、バロン・ウォルポール、オブ・ウォルタートン・ンザ・カウンティ・オブ・ノーフォークに除されていた。 その長男である二代ウォルタートンのウォルポール男爵、保冷書が1797年の四代オーフォード、クの死去に際して四代、ウォルポールのウォルポール男爵を継承した人物である。彼はさらに1806年4月10日の直居場で、新規にオーフォードクに除せられた。1931年に五代オーフォード白ロバートが、死去するとオーフォード白意は継承者を失って、 再び廃絶した。一方二つのウォルポール男爵位は、初代ウォルタートンのウォルポール男爵の次男、トマスの系統であるロバート・ウォルポールに継承されて、存続した。その長男のロバート・ウォルポールは1999年貴族院、法制定以降も引き続いて、世襲貴族として、貴族院での議席を維持した。現在はその子であるジョナサン・ウォルポールが男爵加減、当主を務めている。 邸宅は、ノーフォークにあるマニントンホール。厳頭種である、第11代、ウォルポール男爵女なサンロバートヒューウォルポールは、以下の尺位を有する。ケーフズ、ありがとうございます。